東北大学の部活動とサークルについて。まず、東北大学の活動には部活とサークルの2種類があることを知っておきましょう。部活動、通称部活は、東北大学の代表として大会に出ることができる活動です。東北大学の公式の活動なので、集中的にたくさんの練習をするでしょう。毎週毎月のミーティングに必ず行かなければいけない場合がほとんどです。また公式の活動なので、入るときと辞めるときの手続きが多くて難しいということがあります。これに対してサークル活動は、初心者、初めての人や自分の時間を自由に使って活動したいという人のための活動です。サークルでは簡単に入ったり辞めたりできる。スケジュールや練習の量が自由なので、自分の好きな時に練習できる。他のサークルと同時に入っても良いなどのメリットがあります。部活動よりもサークルの方が気軽に参加することができるでしょう。この2つの違いを理解しておくことが大切です。つまり、部活とサークルの違いについて、その活動やスポーツをやったことがあり、これからも全力を注いで頑張っていきたいと思う人は部活動、興味があるものに新しく挑戦してみたい、自分の時間を自由に使って趣味を楽しみたいと思う人はサークルの活動を選ぶことがおすすめです。ではどのように参加すればいいのでしょうか。部活やサークルに興味を持ったら、まずはメールや SNS を使ってその団体の代表に連絡してみましょう。詳しい情報や返事がないときは、直接その団体を見学してみるのもいいかもしれません。いつ何時に見学に行きたいのかを連絡してからその団体を訪問することをおすすめします。部活やサークルの団体に連絡するときには、敬語を使ってより丁寧な日本語で連絡するようにしましょう。このスライドにあるように、敬語を使った丁寧なフォーマットで文章を書くと、部活・サークルの見学について丁寧にお願いすることができます。部活・サークルを始める前に知っておきたいこと。部活やサークルでは、活動に使う道具や離れた場所へ移動するときの交通費など、お金が必要になる場合があることを確認しましょう。また、東北大学の部活やサークルのふりをしたカルトグループから勧誘されることがあります。その活動に参加すると、お金を取られたり、法律に反する行動を無理やりさせられたり、家族や友達とのつながりを断ち切るよう強制されたりするでしょう。もし何か怪しいと思ったことがあったら、速やかに大学に報告してください。また、言葉についても準備が必要です。皆さんの日本語にも、日本語で挨拶ができる初心者、日常会話ができる中級者、学問的な文章が書ける、読める、話せる上級者など、どれくらい日本語を話せるのか、異なるレベルがあると思います。部活・サークルで他の日本人のメンバーとスムーズにやり取りするために、どれくらいの日本語のレベルが必要なのかを確認する必要があるかもしれません。部活・サークルのブックレットに書かれている内容や、代表の人に聞いたことを確認してから考えることが良いでしょう。東北大学には、海外からの留学生によってオーガナイズされている団体もあります。例えば、アットホーム、東北大学留学生協会 TUFSA、TUSTEM、東北 University STEM Student Network などがあります。また、大学だけでなく、仙台市の中で活動している団体もあります。宮城県国際交流協会 MIA、仙台観光国際協会センティアなどがあります。詳しい情報については、それぞれの団体のホームページをチェックしてみましょう。
皆さんがより多くの活動に参加することを楽しみにしています。